僕の作品はシルエットを構成したような作品が多いんですけど、それを描くきっかけになったのは上野動物園の夜行性動物のいる空間へ行った時で、その暗い空間でガラス越しに動物を見ていると、ガラスの向こうに動物が見えて、ガラスには照明や来場者がシルエットとして映り込んでいたり、同時にガラスに映り込んだ手前の景色も見えているという、その状態に何だか興味を惹かれたんですよね。ただその状況をそのまま描くのではなくて、時間や音とか視覚的に形のないような聴覚的要素を絵の中で表現したいと意識しながら、構成する図像を選んで増やしていく。そうすることで夜行性動物のいる空間を初めて見た時にいろいろと感じたような、その感覚を表現できるのではないかと思って制作した作品がきっかけです。僕は現在日本画技法と漆工技法を使って描いているんですけど、その両方を使って描くようになったきっかけは、奈良にある興福寺のカルラ像を見たことだったんですけど、日本で最古の日本画の彩色がされている遺物と言われていて、長い月日を経てとても不思議な色彩で、その色彩を表現してみたいと思ったんです。カルラ像は布地を漆で固めた上に日本画技法で彩色されていて、2つの技法を組み合わせて彩色されています。平面絵画においては特にそのような工法で描かれている作品はないので、カルラ像でかつて行われていた複合技法を取り入れることで、さまざまな観点に対して影響力のある表現方法となり得るのではないかと期待しています。ここ1、2年は少しテーマを増やして新しいスタイルの作品を作れるようになりたいと考えているんですけど、先日北海道の帯広へ旅行した時に、古くから農耕馬などとして利用されてきた体重 1000kg ほどもある万栄馬、重種馬の万栄競争を見たんですけど、それはとても迫力があって、今まで動物の生命力や躍動感のようなものは作品の中で表現したことはなかったので、作品のスタイルを大きく変化させるためにも、その生命力や躍動感のようなものを表現しようと試みたり、鉛筆で画面に直接描いて、時間がかかってしまっても少しずつ形を変化させたりとか、描いていく中から新たなスタイルの作品へとつながるような何かを生み出すためにも、制作工程にも変化を加えて今は制作に励んでいます。夜行性動物のいる空間で見たガラスの表情とかカルラ像の色彩を見た時、ふと興味を示してしまうような、日常生活でも不意にいいなと興味を持つ瞬間とか、なぜかいいなと思ってしまったのはなぜなんだろうというのをあえて考えるために絵を描いてますし、心の中に引っかかった何かの集積を表現することで、それが結果的に新しい表現と感じてもらえたり、いい作品だなと、できるだけ多くの人に共感してもらえるものになれば一番嬉しいですね。